よーい、みんな元気かな。今日はね、また海水浴場に来てるよ。ここどこだと思う？多分ね、地元の人はね、これを見てパッとわかると思うんだけど、大浦の海水浴場に来てます。伊豆原町の大浦ね。そうで、ここはね、こんな風に海の家っていうか、公園のね、なんか海の家、シャワーとかちょっとしたなんか売店みたいなのがあるから、すごい利用しやすいんだよね。で、あそこにあのなんかこう四角いね、堤防みたいなのがほら、あれ見えてるんだけど、あれはね、なんていうか中継場所、一旦海に入って、でそこにまた登って休憩したり遊んだりできるので、その先に飛び込み台が見えるんだけど、あそこにね、小中学生がね、夏休み、海に飛び込んで、そしてなんか楽しむみたいな。で、私中学生の時にここに来てね、で、あ、ここから見えないんだけど、キャンプしてて、クラスのみんなで、お泊まりしてね、すごい楽しかった思い出が、残っているところなんだよね。で、また今から私水着、この下に仕込んでてね、海に入るんだけど、この様子をね、またちょっと撮ろうかなと思う。それじゃあ行ってきまーす。海辺に降りてきたよ。石ころがね、こんな感じなんだよね。ちゃんとこういう浜はね、靴を履かないと足怪我するから。お、ちょっとまた恒例のカメラを持ったまま入ってみる。あー、気持ちいい、気持ちいい。冷たい、冷たいね、冷たい。この大浦はね、大好きなこう海水浴場なんだけど、ブイが結構近いね。近いよ、ブイが去年の半分ぐらいしか行けない。そうか。で、なんで好きかっていうとね、魚がいるんだよね、結構。おお、波、この間のアガミよりは波がそんなにないかな。おお、でもこのなんていうの、この海流、海流じゃないや、多分こう潮の流れだよね、これね。まあ、どっちに向かってんだろう、引き潮に向かってるのか満ち潮に向かってるのかよくわかんないんだけど。あ、この冷たさに慣れてきた。よっしゃ、今からじゃあ潜ってくるよ。潜ってきます。あー、綺麗だね、綺麗、ほら、あー、いいね、でね、この大浦もね、ほら、この山がすごい綺麗なんだよね。稜線っていうのかな、稜線が綺麗。あー、反対側こっち、何人か若い人が来てる。あれは多分ね、韓国の人たちかな、韓国っぽい、韓国っぽいって。なんかね、一人いたらね、なんとなくわかんないよ。あ、あ、立ち入り禁止になってる。あ、っていうか浅いからこっちに渡っていけるかもしんない。
おっとっとっと、今ちょっと滑った、やばいわ。おっと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 、怖いよ怖いよ、カメラカメラ死亡しないように頑張らないと滑ったら危険。よいしょよいしょ、滑ったら危険なんだけど、ちょっと行きたい、このカメラを持ったまま。いやいやいやよ、あ、ちょっと滑るよこれ、滑る滑る、この滑るところがね危険なんだよね。やばいねこれは、ちょっとどうしようかな、こうして、あ、滑る滑る、よっ、滑らない滑らない、で、こうか、あ、よかった、上陸できた上陸できた、あ、船虫がいっぱいいる、船虫いっぱいいたよ。あー、結構ここ大きいんだけど立ち入り禁止になってる、残念。皆様これ残念なお知らせです。これ立ち入り禁止になってて向こうに行けない。あ、崩れてるんだ、崩れてる。あ、だから、あ、待って、 V がここまでしかないから、あちら側の飛び込み台には、あ、人がいる飛び込み台には行けないね。あー、ほら浅瀬がね結構あるから、やっぱね靴必須なんだよね。あー、ここまでもう半分だよ、ほんと距離が。 V のところまでしか行けないの。よし、じゃあ泳いでくるね、また帰りちゃんと戻れますように、戻れますように。よっよっよっ、どう、お、危ない、今マジで滑った、あー、すごい、あ、滑った滑った、よし。なんかこの感じさ、一昨年撮った芋崎のなんだろう、灯台向かう途中にこういうのあったよね。浅いんだけど滑りやすいからカメラ持ってると危険。多分ねこれね、そのまんまね携帯のカメラね持ってね、海にここの海に入る人はねなかなか奇特なんだよ。あ、よしよっしゃ、これで渡れたよ。オッケーオッケー。わーわー、波が来ないように。あ、よしよしよ、オッケーオッケーオッケー。じゃあ行ってきます。はい、上がってきました。今日もね足ひれと、そして、あの、鼻で呼吸できるゴーグル、つけたんだけど、なんかね去年もここにやってきてね泳いだんだけど、去年はね魚がいっぱいいたんだけど今年は全然いないし、あとね海底のね様子がなんだか去年と違う感じがして、海藻がねほとんどなくて、あれこれが磯焼けってものってやっと気づいた遅いよっていうねそう、オーラってすごくね、あの魚がいっぱいいてね、あの泳ぐのが大好きな場所でもあるんだけど、一つでもあるんだけど、なんか今日はなんだろう、台風の影響受けてるのかよくわかんないんだけど魚がほとんどいなくて、もちろんいたことはいたんだけど、青い魚もいたんだけど、なんか
期待してたほどじゃなくって、あーっていう期待外れな、海水浴で終わってしまったって感じ、正直なところ。でも相変わらず海はまあ綺麗でね、ちょっとぷかぷか浮かぶにはちょっと波がありすぎるから今日はやめといたんだけどね、また、この夏もう一回ぐらい来たいかなって思った大浦海水浴場でした。それじゃあまた千島で会いましょう。じゃあのご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録といいねお願いいたします。またいつもたくさんのコメントありがとうございます。ショート動画でコメントに対する返信を抽選で行って、お返ししていこうと思ってますので楽しみにしていてください。また、番組途中の CM を募集しています。公式 LINE? 公式 LINE に、登録してもらって、動画で送ってもらえれば、番組内に差し込めるので、皆さん送ってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。 Twitter もやってます。